冥王との騒乱から1年の月日が経った。平和な時を過ごしていたかに見えた郷田の国だったが、領内では若い娘が神隠しに遭うという事件が多発していた。事件の知らせは松之進の耳まで届き、ことを重く見た松之進は八方に手を回し、娘たちが白鷺山の社に集められているというところまでを突き止める。約1年ぶりに松之進からあやめへの命令が下る。あやめよ、事件の調査及びその解決よろしく頼むぞ。肩慣らすくらいにはなるんだろうね。
言ってやがる。ここまで来てやめられるかよ。そんなこと言われてもまだ準備が。もう我慢できねえ。行くぜ。そこまでだよ。なあ、なんだてめえ。さては貴様、ゴーダの。おいおい、おめえに逃げられたら越後屋からの金が。越後屋？あっといけねえ。まあとにかくおめえには死んでもらうぜ。ワイヤッ！ワイヤッ！暗いね。